どうも、かちゃんです。ということで今日は一手間で4月後半から5月にかけてトマトの生育が良くなる方法を説明していこうかと思います。でも4月も中旬となってきて、まあ今の時期ホームセンターでトマトの苗が並び始めた頃だと思います。まだこの時期はトマトの苗でも花芽がないものもあるかもしれません。いい苗がなくて花芽がついていない苗を買ってしまった方は、今から説明する方法をしておくことでそのまま管理して植えるよりもはるかに良くなる方法を紹介します。それでは行ってみましょう。7月までにチャンネル登録1万人目指しているので、まだしていない方はぜひチャンネル登録お願いします。苗はなるべく花芽がついているものを買うようにしてください。花芽がしっかりとついているものを植えたら初期生育も良くて早く実がなります。成長を早くさせたい方は花芽がついている苗を見つけて購入するようにしましょう。ただホームセンターに行った時にいい苗ばかりではないと思うので、悪い苗という言い方をしてしまうんですけど、買ってしまった時にどうしたらいいかを説明していきます。で、またいい苗を買ったが天候が悪くて少し間を置かなければならない方は、ぜひ今回の方法をやることをお勧めします。で、あとホームセンターに並んでいる苗は温室とかほぼ風がない空間で育てられてます。で、今の時期に買ってすぐに苗を植えてしまうと、まだ寒さが強くなる日だったり、あと強風なんかで小さい苗の場合は折れたりしてしまいます。でも、まあ本当極端なこと言うと、そこから寒い風とかに当たって枯れてしまいます。なるべく花が咲くタイミングで植え付けることでしっかりと根を伸ばして大きい株になってくれます。で、買う時期が遅くなってしまってすぐに植え付けたい方はあんどんっていうものを作ってもいいかもしれません。で、あんどんっていうのは苗の周りに支柱を4本立てて、不織布をその周りに巻いて直接風が当たらない環境を作ってあげることです。で、もう一つは防虫ネットをかけてあげるといいです。そのままにしておくよりかはある程度風も抑えられるし、気温も少し高くなってくるので、どちらかするようにしましょう。で、皆さんお待ちかねの裏技なんですけど、苗を移し替えることをしましょう。で、まあホームセンターなどで売ってる苗は、まあ、こうやってちょっと紫とかオレンジ色の少し小さめのこういうポットの中に植わっていると思います。これをより大きいポットに移し替えるっていう作業がとても大切になってきます。この移し替える土なんですけど、畑の土はなるべく使わないようにしてください。というのも通気性が良くなかったり保湿性も良くない土があるので、なるべく初心者の方は腐葉土と牛糞堆肥を混ぜたものを使って移し替えることをおすすめします。で、まあ僕の家でも育苗をやっているんですけど、最初トレーに巻いて発芽させて、その後に大きいポットに移し替えて植えています。腐葉土と牛糞堆肥を混ぜることによって保水性と通気性が良くなるので、植え替えた時に根の張りがとても良くなります。こういうことをした方が、普通の土を使うよりかはいいと思うので、ぜひ皆さんしてみてください。資材を使うことによって団粒構造っていうものができるので、土が固まることもなくなると思います。大きめのポットを用意してそちらに移植してください。で、大きめのポットなんですけど、このポットがすっぽりと入るぐらいの大きさのものを使ってください。まあ、僕ん家ではちょっと量が多すぎるんで、この穴が開いてるんですけど、穴のところに網などを入れてもいいかもしれません。ここに網を入れることで少し泥が落ちにくくなります。移し替える時に下の方の根っこが古くなって茶色くなっていたりしたら、その根っこはもう取るようにしてください。植え替えの際はここにちょっと線があると思います。で、ここの線の一番下ぐらいまで土が来るように植えるようにしましょう。そうしたら水をやる時もここの下の線から上の線までたっぷりと水が入るようになります。皆さん大体の方は接ぎ木の苗を買うと思うんですけど、その場合は接ぎ木の部分を埋めないようにしましょう。接ぎ木したこの下の部分の木からも芽が生えてくることになるので注意してください。で、移し替えたら最後にトマトに水やりをしましょう。ここでポイントなのは土だけにかかるようにしてください。トマトは葉に水がかかるのを嫌う野菜です。本来は乾燥した環境で育つ野菜なので、なるべく葉っぱなどには
には水をかけないようにしてください。植え替え終わって水やりが終わったら外で管理するようにしましょう。この管理する場所はしっかりと日が当たる場所を選んでください。まだ少し気温がばらつく日があるので、気温が10度以下になる日なんかは家の中に入れて管理してあげましょう。この管理をして花芽がしっかりとついた頃に畑に植えるようにしましょう。4月後半から5月っていうのはすごく成長が良くなる時期なので、収穫までの期間も短くなります。で、一手間かかると思いますが、ぜひ皆さんやってみてください。で、大きめのポットに移し替えた人は花芽がしっかりと出るまで水やりなんかをしてトマトが成長していくのを見守りましょう。この畑に植える際にもう一つ注意点なのが、コガネムシの幼虫のチェックです。このハウスの中とか大丈夫なんですけど、特に露地で育てる方はコガネムシの幼虫がいると思います。マルチを張って植え穴を開けるときにしっかりと土の中下の方まで確認してコガネムシの幼虫がいないかをチェックするようにしましょう。もしこのあまりチェックしないでコガネムシの幼虫が中にいるままトマトの苗を植えてしまった場合は、根をかじられてしまい最悪の場合ダメになってしまいます。そういうことが起こるので、コガネムシの幼虫チェックはしっかりとやってみてください。土作りの段階で害虫対策をやっていない方は特にチェックするようにしましょう。マルチの周りに雑草なんかが生えている場合は、その雑草の下にもコガネムシがいるので、雑草を取った後にその下の土をよく観察するようにしましょう。これからどんどん暖かくなって雑草が育つ環境になってきます。で、雑草を取った時にそこの下にいたコガネムシの幼虫が餌がなくなるので、トマトなどの方に移動してきたりします。なので、雑草を取ったついでに下にコガネムシの幼虫がいないかもチェックするようにしましょう。ということで、今回も最後まで見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。